平野紫耀、リーハタシとのダンスコラボにファン興奮も、おそろコーデに胸が痛い、喜べない、の悲鳴。元キングピンス以下、キンプリの平野紫耀が9月25日、BTS の楽曲の振り付けを手掛けるなど、世界的に活躍するダンサーリーハタシトのコラボダンス動画を、自身のインスタグラムにアップした。 キンプリ楽曲の振り付けを行っていたリーハタ氏との共演は多くの平野ファンを熱狂させたが、事前にアップしていたツーショットに対して一部からはカップルみたいで胸が痛い、女性とのツーショットはきついといった悲鳴も上がっている。平野が公開したザ・ファースト・オブ・ショ系ヒケイクル・リーハタはパフ・ダディ・アンド・ザ・ファミリー・フィートゾーアイドラズ。 フレンチモンタナへのブロウェイチエック2015年に合わせリーハタ氏とコラボダンスを披露している動画。わずか2分弱だが、二人のダンススキルが遺憾なく発揮された見事なパフォーマンス芸能ライターだという。リーハタ氏は キンプリのフォースアルバムメイドイン22年6月発売に収録されている1番またエレブンスシングル月読み同年11月発売彩りとの両 A 面の振り付けを担当いずれも高難易度のダンスでこれまで王子様イメージの強かったキンプリが身はかなり踊れるグループであることを世間に印象付けました 平野はそんなリーハタ氏を以前からリスペクトしており、ジャニーズ事務所を退除し、飛べ合流を発表した直後から、ファンの間でコラボを希望する声が多数上がっていたんです。どうそして、ついに実現したコラボに、平野ファンは大興奮。動画には、かっこいい、最高です。鳥肌止まらん、ずっとリピートして見ちゃってる、やばすぎて言葉が見つからない、リーハタをソング。 こんな素敵な平野紫耀さんを見せてくれてありがとう、といった絶賛コメントが続出している状況だ。平野市洋と林タ氏のおソロコーデに病に出ます。辛い。しかし9月23日、平野が今回のコラボを予告するように、林タ氏とのツーショットを自身のインスタグラムに投稿した際には、ちょっとした騒ぎが起こっていた。 二人はアトモスピンクリンハタ、ハケイ・クルーアトモスピンク、ハケイ・クルーニューエダのキャップにキスの T シャツ、そしておそらくネックレースもお揃い。平野自身も同じ写真をアップしたストーリーズに、私服かぶってますしょう、と綴っていたんですが、コメント欄には一部平野ファンから、ちょっと複雑、これは素直に喜べない、などと苦言が寄せられる事態が発生してしまいました。どう 他にも、わざとソロコーデをアップするのはなんでこの二人の、格好写真の、雰囲気いい気持ちはしないこのツーショットにはいいねをせない写真見るの辛いだいぶ病んでますといったネガティブな声が集まり、それに、大島また別のファンが相手の方にも失礼だし、仕くんにも迷惑かけることになると思う今後ドラマや映画とかの仕事来たらどうすんの と反論するなどコメント欄が学級会状態になった、どうとの、こと。リーハタ氏といえば、今年2月に放送されたドキュメントバラエティ、セブンルール、フジテレビ系に出演した際、金プリの高橋山に対し、私が金プリを変えるから、といった発言をしていたことが明らかに、彼女の振り付けによって、 キンプリはイメージチェンジに成功したのは間違いありませんが、一部ファンからは、ズーずーしい、アイドルのキンプリを否定された感じ、と批判が出ていました。こうした経緯から、そもそもリーハタ氏にいい印象を抱いていない一部のファンは、おそろコーデのツーショットによりもやもやしてしまったのかもしれません。どうとはいえ、多くのファンは平野とリーハタ氏の共演に喜んでいるのも事実。 二人が大舞台で共演する機会を楽しみに待ちたい。